A4 用紙を愛したムンジェイン大統領。国民と随時疎通する大統領になります。主な問題は、大統領が直接メディアに説明します。これは5年前の2017年5月10日、文大統領が就任者で強調していた言葉だ。文大統領は引き続き、青瓦台から出て降下門大統領時代を開く、帰路に市場に立ち寄る市民たちと格差のない対話を交わす。時には降下門広場で大討論会を開く、ともした。しかし、文在寅政府5年が過ぎた今まで大統領府は武装した警護人力が守る中、依然としてその場にそのままあり、退勤道の対話はもちろん降下門大討論会も開かなかった。このような状況で大統領府パクスヒョン国民疎通主席は先月24日、今年の新年記者会見は現実的に難しくなった、とし、3日後の27日に予定されていた文大統領の新年記者会見を取り消すと明らかにした。文大統領が約束した常時コミュニケーションはもちろん、歴代すべての大統領が年次行事で当たり前にしてきたコミュニケーションまでしないという意味だった。大統領府は新年会見の取り消し背景に対してオミクロン拡散対応に集中するためにと明らかにしたが、対面会見ではなくオンライン会見などプラン B も施行しないことにし、結局会見の取り消しを決定して一方通報した。オミクロン対応に注力していたムン大統領は26日、非公開で会議を主催しては、国民が過度の不安と恐怖に陥るのも警戒しなければならないとし、準備状況と進行状況を国民に詳しく自信を持って説明せよ、と指示した。これに対して国民の力キムヒョンドン議員は、国家的危機局面で国民が最大の慰めを受ける方法は一線公務員の説明ではなく、国の最高指導者が直接率直に現状を知らせて協力を求めることとし、今のように難しい状況であるほど、大統領が国民の前に直接出る姿勢が重要だ、と話した。文大統領の記者会見の取り消しなど過度な対応は、大統領府職員までコロナに感染した事実とも無関係ではないという評価が出ている。ところが、大統領府は先月6泊8日間の中東巡訪過程で大統領府参謀がコロナに感染したという事実が中央日報の報道で確認されるまで、大事な問題だと言って感染の事実を知らなかった。このような大統領府の態度は、コロナ関連の事案を透明に公開せよ、と数回繰り返した文大統領の指示とも合わない。特に一般国民には徹底した動線公開とともに論議の中でも防疫パス義務化などを施行したという点で批判の声が少なくない。政治圏ではこのため文大統領の記者会見の取り消しは大統領選挙を控えた政治的判断のためという観測が出ている。インサイト協研究所長は、与党候補の支持率が高くない状況で自は自賛性の成果を誇示して受け入れられる共産が大きい大統領の記者会見を取り消し、政治的悪罪を意図的に回避した可能性が高い、とし、しかし、
こうした政治的有不利に従った判断のため最高位職公務員の大統領が国民に対する年次報告性格の新年会見まで取り消したという点に対して国民に対する道理と義務を負ってしまったという批判を受けるしかなくなったと評価した。任期を100日も残さなかった文大統領の疎通成績表はボロボロだ。文大統領は国民との対話2回、記者会見は7回した。キム・デジュン、ノムヒョン前大統領。記者会見、メディアブリーフィングを合わせてそれぞれ約150回。イ・ミョンバク前大統領、約20回より少ない。弾劾され任期を満たせなかったパク・クネ前大統領の直接疎通回数5回とも大きな差は出ない。文在寅政権に質疑応答のコミュニケーションはなかった。こういうことさえも、規格が壊れて操作されたことがバレて問題だ。いつもムンジェインは誰かが書いてくれた A4 用紙の内容をオウムのように読み、突発的な記者の質問にはただ愚かである。ムンジェインは一度も A4 用紙なしで記者らしてフリーに問い合わせの応答時間を一度もしたことがないようだ。国務会議をしながらもまるで A4 用紙を読むようだと思われる。本当に変な人だ。まさかワイプしてご飯を食べながら A4 用紙を見て会話をしないだろうが、それでもそれが本当かはとても気になる。文大統領の A4 用紙に対する愛を考えてみるとき、